ノモグラム、ノモグラム、ノモグラム、またはノモグラフ、生グラフ、または計算図表、バック、アボックはグラフィカルな計算のための道具であり、ある関数の計算をグラフィカルに行うために設計入れた二次元の図表である。1884年、フランスの技術者、フィルバート・モリス・ディ・アキャンが発明し、技術者が複雑な方程式の計算を 実用的精度でグラフィカルに計算するのに使われてき、ノモグラムは通常の直行座標形ではなく、ディアキャンの発明した並列座標形を使うことが多い。ノモグラムは N 個のメモリ列で構成され、それぞれが方程式の変数に対応している。基地の N1 個の変数の値をノモグラムのメモリ列にプロットすると、未知の変数の値がわかるようになっている。また、 基地のいくつかの変数をプロットすると、未知の複数の変数の関係がわかる。メモリ上の基地の値の間を直線で結ぶと、その線と残るメモリとの交点が未知の変数の値を示している。そのように引いた直線をインデックスライン、またはアイサポレスとも呼ぶ。ノモグラムは、約75年間、電卓が登場する以前の素早く正確な、 計算手段として様々な分野でよく使われ、特に普段計算弱を使わず、方程式の解放もよく知らないような人々が活用した。ノモグラムは単に直線を一本、または数本引くだけで即座に計算結果を得ることができ、利用する人は対応する方程式についての知識を必要としない。例えば、精度を高めるために大きなノモグラムを作成する場合でも、利用者が 興味のある妥当な範囲だけを含むよう注意を払うのが一般的である。多くの場合、ラベルをメモリに付属させたり、領域を色付けするなどして使いやすくする。計算尺のようにノモグラムはグラフィカルなアナログ計算機である。計算尺と同様、その正確さは物理的にどれだけ正確にプロットし、再現し、読み取り、位置合わせできるかに依存している。 多くのノモグラムはあまり正確性を求められない用途で使われている。あるいは正確な算出方式で出てきた答えをチェックするのにノモグラムを使うこともある。計算弱は汎用の道具であることを意図している。一方ノモグラムは特定の計算を行うよう設計されていてメモリなどの設定を調整して効率的に計算できるようにしている。 グラフィカルな計算用の図表として、他に、インターセプトチャート、トライリニアダイアグラム、ヘクサゲノルチャートなどもあり、これらも、ノモグラムと呼ぶことがある。別の例として、電子工学やシステム解析で使われる、スミスチャートがある。やてヒグラムは、大気の垂直の構造をプロットするのに使われ、大気の安定状態や湿度を計算でき、ノモグラムの一種とされることがある。 ただし、これらは一本以上の直線を引くことで解が得られる。グラフィカルな計算道具という定義には厳密には適合しない。3変数の方程式を扱うノモグラムには一般に3つのメモリ列があるが、そのうち2つまたは3つが共通のメモリ列で表されることもある。通常は基地の2つの変数の値をプロットして、それらを結ぶ直線を引き、 第3のメモリ列とその直線の交点から未知の変数の値を読み取る。そのように求められる最も単純な方程式として、uuu イコール例がある。uuu は変数。各要素を解説した渦はそのようなノモグラムの一例である。さらに複雑な方程式を3変数の相和関数として表現できる場合もある。例えば、 本項目の最初に図示したノモグラムは、真数の積が対数の和に変換できるという性質を応用し、それぞれのメモリを対数弱とすることで3変数の相和関数と同じ形式にしたものである。未知の変数のメモリ軸は真ん中に置く場合もあるし、外側に置く場合もある。基地の変数の値をそれぞれのメモリ軸上でプロットし、それらを直線で結び、 第3のメモリ軸との交点を読み取ることで、未知の変数の値がわかる。メモリ軸には、数値と位置を正確に対応させるためのメモリがあり、根も書かれていることがある。メモリは、線形弱や対数弱が使われることが多いが、場合によってはもっと複雑なメモリの配置になっている、場合もある。本項目の先頭に図示したノモグラムの例では、S イコール7.30と、 R イコール1.17の時の t の値を計算する様子を赤い波線で示している。t のメモリ軸と赤い波線の交点は拡大すると4.64あたりと読み取れ、大体3桁の精度となっている。なお、3つの変数のうちどれか2つが決まれば、残る変数が求められる。代数的に解こうとすると、式の変形が必要だが、ノモグラムはその必要がない。 複雑な計算を要する場合、メモリを曲線上に並べなければならないこともある。3変数より多い変数を扱うノモグラムの場合、メモリを格子状に配したり、3変数のノモグラムを組み合わせたりして構築できる。ノモグラムは様々な用途で使われてきた。以下に具体例を示す。右に示したノモグラムは次の計算を実行する。 このノモグラムは非線形の計算を直線と等間隔のメモリだけで行うという興味深いものとなっている。A と B は水平と垂直のメモリ軸から入力され、結果は斜めの直線上のメモリで読み取ることができる。A と B の調和平均を求める式だが、この式にはいくつかの用途があり、電気工学では並列抵抗の抵抗値の計算でもあるし、工学では 薄レンズの焦点距離の計算でもある。渦で赤の線は56オーム、オームと42オームの抵抗器を並列接続した時の合成抵抗が124オームであることを示しているオームの法則。また、焦点距離が24センチメートルのレンズで56センチメートルの距離にある物体が約42センチメートルの距離で像を形成することも示している。 右に示すノモグラムは、統計学上一般的な操作であるピアソンの解事情検定を近似計算するのに使われる。このノモグラムでは、曲線上に人を間隔で並んだメモリを使用する。対応する式は次の通りである。最上部のメモリ軸は5種類の異なる数値の範囲に対応しており、それぞれ A、B、C、D、E とラベルがついている。 観測値がこのうちのどれかの範囲に収まっている場合、最上部のメモリ軸にそれをプロットする。そして A から E までの各範囲に対応して期待値を示す曲線が A から E まで対応している。例えば観測値が9なら、メモリ軸上の9の位置にプロットし、範囲は A ということになる。したがって A の曲線上に期待値をプロットする。観測値が81なら、 メモリ軸上の81の位置にプロットし、範囲は E ということになる。そして E の曲線上に期待値をプロットする。これは5種類のノモグラムを一つにまとめたものと言える。青色の線は次の計算を示している。赤い線は次の計算を示している。この検定を行う際に e ツの補正が行われ、観測値から0.5を引くことがある。 イエーツの補正も同時に行うノモグラムは単に下の図で観測値のメモリを0.5だけずらせば良い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。